はい、それではね、再戦いきたいと思います。メンバーちょっと入れ替えまして、ダイヤさんが僧侶、ペロキャンさんが賢者、マスターピポさんが戦士、バラルさんが舞踏家ですね。いつものようにフレンドさんの中から選ばさせていただきましたけども、勝てるかな、ちょっとね、勝てる気がねしないっていうのは正直なところなんですけど、どうでしょうね。テンション上げてくるんでね、そこをもうひたすらバラルさんはゴールドフィンガーオンリーでもいいかもな。もういきなり上げてくるもんね。でヘルバトラーの全体攻撃があるんで、ヘルバトラーを中心にゴールドフィンガーかけていこうかな。あ、戻った。バトラーを中心に、もうすでにペロキャンさんが、プレスをしてくるのか。プレスってこれだっけ。ゴールドフィンガーヘルバトラーに合わせていくと、いいな。何やってるんだろう。あ、死んじゃった。逃げてるっていうので全員がテンションアップするのかな。きついぞと。近いやつに当てちゃったな。灼熱。ゴールドフィンガー。あ、なんか違うやつやっちゃったかな。ヘルバトラーじゃなかった。失敗。金はもうない。コビンじゃなくて死んだ。きついな。とりあえず MP 回復して、きつで、特技でプレスダメージしとくか。ゴールドフィンガー大丈夫だから、あれ必殺を、なんだ、遅かった。必殺かけちゃう、死んじゃうかな。死んだよ。ダメだ。死んだっぽい。目がくらんだ。そんなことあんのか。動けない。なるほど。あー、でも動けない。あ、死んだ。テンションは上げてこなくなったね。ためみってそういえばあったな。ためみとか使ってみるかな。ヘルバトラーを先にやりたい。
じゃあちょっと道具じゃなくて、でヘルバトラーを中心にゴールドフィンガーかけてく。やった、間に合った。やばい、またなんか混乱した。なんか耐性能を入れてこないとダメかもな。前はね、来た時に混乱するところまでね、生きてなかったんですよね。なんでこれ、バナル死んだ。エンピア一応回復はしたな。ダイヤさんやった。どうしようか。テンション上がった。ゴールドフィンガー、ヘルバトラー、ダイヤさん戻っちゃった。黄色くなったな。いいよ。だ。きついな。相変わらずきつい。でもね、まだこのメンバーはいくらか戦えてる。あ、ベホイムとか使ってる。ベホイムどんな技だ。1人だけでも、ゴールドフィンガーいらない。いやきついわ。頑張れ頑張れ、まだ負けてはいない。MP どうしようかな。ダイヤさんの MP 回復する。賢者の聖水あたりも持ってくればいいかな。いろいろこう準備に足らないものがありますね。やばこれ死ぬわ。パラルさんでダイヤさんを早めにちょっと回復しようか。こいつをなんとか倒したい。死ぬだけでもなんとか。死ぬよ。よし、落ちた。で、MP はなんとかなる。よし、こいつも記録なった。頑張れよ。踏ん張りどころだ。必殺いらんないかな。先にゴールドフィンガー入れるか。あらあら、それか。ダイヤさんの MP がやばい。先に MP 返すよな。控えればだけど、正直今までの全てのバトルの中で一番きついですね。ダイヤさんどこにいる。いた。一番きつい今までの中で。あ、違って、違った、混乱した。
バロに帰ったけど瀕死、混乱してる。死にかけでもあるしね。よし、 MP は回復したけど動けない、何もできない、死んだ。きついぞ。闇の従者あと一人なんとか倒したいな。これやばいな、これ落ちたかも。あー落ちた。置き換えたけど大丈夫か、どうにもなんないだろこれは。ダイヤさん一人じゃどうにもならないだろう。ザオラルかけた先に、マジか。どうする、ダイヤさんの MP を回復するか。すごいな、ダイヤさん一人でここまで回復できるのか。今のうち従者をやりたい。まあ終わったと思っちゃったわ完全に。必殺来て、まあ、間に合わないかな。まあそれでもいい、それでもいい、なんとか従者を落としたい。よし、ここで落とすんだ、ここで落とすしかない。もう一回入るはず。ちょっと MP 回復させよう。よし、で従者を狙う。よし、倒した倒した、なんとかなったぞ。でフリーバトラーのゴールドフィンがいらなかった。ちょっと灼熱対応しようか。プレスに強くして、で離れて魔法も強くする。学校じゃなかったな。今日は戻った。マスターズさんも MP 回復するか。やばい。でダイヤさんも回復させて、ダイヤさんはもう一回回復させようか。しびれるっていうのがあるのか、これしびれが取れたって。戦士の何か技があるのかな。しびれるってあんま知らなかった。攻撃しとけばよかったわ。あ、死んだ。どうしよう、マスタッフさんの MP 回復させて、攻撃入れて、あ、これやばいんだよね。これなんだかわけわかんない。よかった、いやきついわ。動けないかな、動けないね。これやばいんじゃないか、生き残ってるけど MP
回復しよう。まだ黄色くならないもんな。しかもバランの攻撃がいまいち入りませんね。50全部150ぐらいしか入らない。作戦で、まあまあいっか。お、黄色くなった。お金よー。で、ダイヤさんも回復させよう。オッケー。で、攻撃しよう。なんとかなってる。ちょっと逃げよう逃げよう離れよう。食らったか。まあいいや、 MP そろそろ回復させないといけないな。スタッフさんの MP 切れはちょっと避けるようにしよう。でバランも回復させよう。でダイヤさんも回復させるの。しびれたしびれたしびれたから今チャンス。しびれた。結構短いな。気づくのも遅かったけど。しびれつ耐性もちょっとないかな。上げを久々にやってきたな。あ、これやばい。入っちゃった。もう間に合わない。間に合わないな。死んだ。あ、死んでもいい。元に戻れば。よし、オッケー。切って。赤くなった。どうしよう。先にピロキャンさんの、あ、違う、マスターピコさんの回復で、ダイヤさん、これやばいな。間に合わなかったか。 OK で、ダイヤさんに回復、ピロキャンさんも回復させておこう。赤くなってきた。で、バラルも回復したら攻撃しよう。オッケーいけ。その間にマスタピコさんを起こしてくれ。これやばい。離れろ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 。離れて特技のこれで、タガクロを入れよう。もう一回やろう。倒れた、こけた。いや、きついぞ。実況がね、やってる余裕がない。正直実況やってる余裕がないです。よし、でダイヤさんの MP 切れだけは避けたい。でマスターピコさんの MP 切れもやばい。でバラルさんはためる目をして、これで、あ、倒した。よかった。
った。倒せないかと思ったわ、マジで。20分ぐらいかかっちゃったけどね。また出てきたな、マデサゴーラっていう名前。いやきつかったわ正直。これね、動画では1回やられて今回勝ってるんですけど、間にね何回かな、2回ぐらいやられてるんですよね。でメンバーをちょっとね入れ直したりしながら、また日にちもね、若干経っていながら、なんとかね勝つことができたという感じですね。まあブログの方にはねちょこっと書いていたんですけども、気になって様子を見に来た。もうちょっと早く来てほしかった正直。いやきついわ。そっか、これ手下だったんだよね。先代勇者の指輪を奪っていった。いやきついわ。何を探してるんですかね。あ、そっか、薬品ね。よかった勝てて。しかもねこの戦闘に来る前に、この出たとこに恐竜みたいなのいますよね。一回来たんですけど、この戦闘の直前にね、そしたら入り口のとこを塞いでる恐竜にね、あいつにね、なんと全滅させられてしまいまして、もう心がねくじけちゃってたまったもんじゃなかったんですよ。ということでね、ちょっとルシェンダのところに行ってまいります。はい、それではね、賢者の執務室の前まで来たので報告したいと思います。あ、そっか、スキルブック3個でしたね。しまった、あれだったな、転職してから来ればよかった。経験値が欲しかったな、どっちかっていうと。まあいや、しょうがない。持ち帰った薬を使い実験を行ってみた。異なる成分でできてる。あ、そうなんだ。ほんのわずかに偽りの世界と同じ成分が検出された。どんな仮説ですかね。塗りつぶす、入れ替えるってことですかね、世界を。なるほど。なかなか事態は重そうですね。あ、なんか久しぶりだね。誰だっけ。そういえばこの人一体どういう人なんですかね。味方なのか敵なのか、それさえわからないよね。あ、クローズだ、クローズ。この世界は、魔の手によって今も蝕まれている。
なんだろう、味方っぽいですけどね。そっか、これあれですね、バージョン 2.1 の最後だったんですね。だから強かったのか、もしかして。なぜ泣いている？私の目的、先に教えてはくれないんだろうな。導かれし運命が一つに交わる時、続くと。まだまだわからないことだらけですね。物語の続きを楽しむことができます。振り返りますか。まあちょっとじゃあ振り返ってみますか。そうね、3つの町というか国というかね、回って、このマデサゴーラってのは強そうだな。仮面の男っていうのもね、気になるし、先代勇者の遺品である指輪を奪ったっていうのがね、魔物自体では使えないらしいから、それもちょっと気になるんですよね。なるほど。ということでね、しまったな。転職して経験値をもらえばよかったな。そこだけがね、ちょっと悔やまれますが。まあ何にしてもね、勝てたのは良かった。2.1 のラスボスだったんですね。だから強かったのかな。いやー、非常にね、苦労しました。勝てないかと思ったもん。一応、サポでもね、僧侶、賢者、戦士、武闘家でね、勝つことはできました。でもね、見ていただいた通り、非常に辛い辛い、非常に辛かったけど、まあそんなこと感じでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。今回2本立てになっちゃいそうですね。それでは最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。